東正蔵君。私は国民の生活が第一、新党絆を代表して先般の野田総理の所信表明演説について質問いたします。まずはじめに、東日本大震災の地震津波、そして福島第一原発事故によって故郷を離れ、いまだ不自由な避難生活を余儀なくされている皆様方に心からお見舞いを申し上げます。そして被災地で再起して懸命に頑張っておられる皆様に心からエールを送らさせていただきます。野田総理大臣、私は詩人としての野田佳彦氏に対し何の不満も批判も意見もありません。それどころか、若き頃から政治家を志し、短期間にして日本国の最小に上り詰めたことに対しては率直に敬意を表したいと思います。しかしながら、総理大臣としての野田佳彦氏に対しては大いなる怒り、不満、不安を感じております。言うまでもなく、日本国総理大臣には強大な権限が与えられています。そしてその権限の行使に対して、これまた大きな責任が付与されているわけです。おとといの総理の所信表明を国民の代表が集うこの本会議場で緊張感を持って聞かさせていただきました。私の素直な感想は、日本国総理大臣に対して誠に僭越でありますが、空虚の二語につきます。総理、30分もの長い演説を誰に訴えていたのですか。総理の心はどこにあったのですか。きれいな文章、一見力強い言葉、はっきりした滑舌、しかし残念ながら聞いている者には何の感動も与えません。なぜなんでしょうか。それは総理大臣自身が一番感じていることとは思いますが、元同僚議員の立場から申し上げれば、民主党を支持した国民を裏切ったからです。民主党を支持した国民との約束を守らなかったからです。民主党を支持した国民に嘘をついたからです。そしてそのことに何ら責任を取らないからです。一度裏切りをしてしまうと、けじめがない限り二度三度と繰り返すのが世の常です。これを人は無責任というのです。美辞麗句では無責任は隠せないのです。したがって、明日の安心、明日の責任を総理がいくら語っても、今日の不安、今日の責任はどうするんだということになります。今日の不安、今日の責任はどうするのですか。ここから私たちの掲げる政策を座標軸に置き質問させていただきます。私たちは国民の生活が第一、新党絆のメンバーは、民主党を国民との約束の原点に戻らせようと様々な努力を重ねてきました。しかしながら、その力及ばず、今の民主党内では再建再生の道はないと新党を結成し、新たな船出をしました。そして自立と共生の理念と国民の生活が第一の原則に基づいた綱領を作りました。今我が国は TPP、 領土問題を含む外交安全保障、安心な社会保障制度の確立など数多くの課題に直面しています。その中でも、私たち国民の生活が第一では、以下に述べる三つを喫緊の課題として掲げました。その課題とは、一つ、命を守る原発ゼロへ。二つ、生活を直撃する消費税増税は廃止へ。三つ、地域のことは地域で決める、地域が主役の社会をです。本日はこの角度から、以下総理の所信演説について質問をさせていただきます。まず、エネルギー環境政策についてお伺いします。総理の
所信表明演説の本文222行中、エネルギー環境については全体の1割未満の18行の言及しかありません。総理が頼りに言及した、しきりに言及した明日への責任を考えるならば、まずは命を大切にする政策、まだ見ぬ将来世代へと命をつないでいくことにもっともっと重きを置く必要があるはずです。私は総理が語ったわずか18行の言葉を確認することで問題点を指摘してまいりたいと思います。総理は所信表明で、国民生活と経済の根幹を支えるエネルギー環境政策は大震災後の日本の現実に合わせて再構築しなければなりませんと言われました。まず最初にお尋ねします。総理の現状認識で、合わせるべき現実とは何を言おうとしているのか、その認識を明らかにしなければ具体的な政策の議論はできません。続いて総理は、東京電力福島第一原発の事故は、これまで進めてきたエネルギー政策のあり方に無数の反省をもたらしましたと述べられました。反省が無数にあるということは、原発の存在そのものを否定することではないのですか。無数なのですから。そうであれば、私たちの原発ゼロへと同じになりますが、総理はどうなんですか。それとも総理が得意とされる言葉遊びなのですか。そして反省をもたらしたとは誰が反省しているのですか。事故の発生以来、多くの指摘がなされているのは事実ですが、それを単に無数の反省と表現するだけでは、一億総懺悔と同じで政策転換の議論にはなりません。総理の認識として無数でなくて結構ですから、最も重要な反省すべき項目を最低10箇条ここに提示していただければと思います。それがエネルギー政策の大転換の建設的議論の基礎になるからであります。9月14日、エネルギー環境会議は、いわゆる革新的エネルギー環境戦略を決定しました。これは前日の深夜まで総理自身が閣議決定すると言われていたものを、一夜明けたら閣議決定を見送り、参考文書にとどめられたものです。なぜ閣議決定をしなかったのですか。何があったのか、誰に働きかけられたのか、一晩のうちに心変わりした理由を率直にお答えいただきたいと思います。このエネルギー環境戦略は参考文書にとどめられたものの、所信表明ではこの文書を踏まえて遂行してまいりますとされました。また不断の検証と見直しは、従来の政策についてのことではなく、文書の原文に従えば原発に依存しない社会への道筋に関して検証を行い、不断に見直すというものが正しいと思いますが、期待して誤解している人も多いので、この点を確認させていただきたいと思います。合わせて2030年代に原発稼働ゼロを可能とするということは、言い換えれば目標は2039年まで稼働ゼロが可能になっても稼働させたままもあり得るという意味であると思いますが、そうならそう、違うなら違うとお答えいただきたいと思います。おととい、総理は原子力に依存しない社会を一日でも早く実現するためには、もちろんのこと、日本経済が元気を取り戻すためにも、徹底した省エネ社会の実現と再生可能エネルギーの導入拡大が鍵を握っていますと述べられました。私たち国民の生活が第一は、去る10月16日から21日まで、2022年までの脱原発を決めているドイツに脱原発使節団を派遣し、環境大臣や連邦議会関係者、経済界、業界、地方自治体等と意見交換をしてきており、その結果、我が党はこの総理の認識に加えて、天然ガスを利用した高効率な発電方式の拡充や、地域独占の解消と発送電分離なども脱原発と切り離せない政策だと考えています。実はこの点はエネルギー環境戦略にも明記されているのに、所信表明では電力系統の強化や安定化にのみ触れられただけでした。この変化に関係業界からの抗議や要望が原因しているのか、総理のご見解をお伺いしたいと思います。
おとといの所信表明が原発推進政策を変えることは容易でないが逃げないという趣旨で述べられ、政策として貫こうとしているのなら、私たちはその方針に反対ではありません。しかし、現実の政府の決定や閣僚の言動がその点で一致しているとは言い難いので、あえて疑問を呈し、確認をする必要があるのです。第180回通常国会の最終版、9月7日に、我が党をはじめ衆議院の5会派6グループは、脱原発基本法案を提出し、継続審議になっています。総理が述べられた困難な課題から目をそらしたり、逃げたり、諦めたりするのではなく、原発に依存しない社会の実現に向けて大きく政策を転換し、果敢に挑戦をしていこうとするのが、誠の心から出たものならば、まず、この脱原発基本法案に民主党を挙げて賛成し、成立させるのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。総理のご見解をお伺いいたします。次に、現下の日本経済の状況、そして消費税増税問題に関して質問します。総理は3年前の総選挙で、マニフェストにはルールがある。書いたことは命がけで実行する。書いてないことはやらないんです。消費税 5% 分に天下り法人がぶら下がってシロアリがたがっている。シロアリを退治しないで、今度は消費税を上げるんですかと、かの有名なシロアリ演説をなされました。にもかかわらず、総理になった途端、いや、それ以前から、その思いはどこへ行ってしまったんでしょうか。国民との約束を保護にし、社会保障と税の一体改革の名のもと、財務省主導の消費税増税に突き進んだのです。しかも、東日本大震災が起き、復旧復興もままならない時期から、その議論が始まりました。増税の前にやるべきことがある。被災地の復旧復興に注力すべきだ。シロアリも退治しなければいけないし、デフレ脱却、景気回復にも全力投球すべきだ。そうした私たち党内の反対の声には全く耳を傾けず、増税ありきで議論を主導。最後は私たち反対派を切り捨て、あの政権交代時散々批判をしていた自民党公明党と談合してまで消費税増税を強硬に議決してしまいました。しかも社会保障と一体とは口ばかりで、これで安心できる国民が感じられるものは何一つありません。低所得者対策も価格転嫁対策も先送りで、大多数の国民が消費税増税に不安を抱いております。総理は日本経済の再生に道筋をつけ、雇用と暮らしに安心感をもたらすことが野田内閣が取り組むべき最大の課題とおっしゃいました。しかし増税が経済にマイナスの影響を与えることは誰もが認めるところです。そして現下の日本経済を分析してみますと、9月10月の月例報告でも明らかになっている通り、復興需要による景気回復はすでに中折れ状態、日本経済は踊り場に差し掛かっております。ユーロ通貨圏の金融危機による中国の景気の減速、さらにその後の日中関係の悪化を踏まえると、日本経済の見通しは決して明るいものではなく、消費税増税議論の前提とされていた内閣府試算の慎重シナリオである2012年度実質 GDP2.2%、名目 GDP2% の成長すら危ういのではないかとも言われ始めております。私たちは、このような経済状況下で、たとえ1年5ヶ月後とはいえ、消費税増税を強行することは、あまりにナンセンスであり、自殺行為に等しいと確信を深めております。できるだけ早く、消費税増税廃止法案を通し、消費税増税を白紙に戻さなければならない、そう強く思うのであります。総理は、現時点で日本経済の先行きをどのように見通されているのでしょうか。経済再生を最大課題とおっしゃられるのなら、今こそ政治主導で消費税増税を凍結すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。また今のような経済状況が仮に続いた場合、本当に2014年4月に消費税増税を実施しても構わないとお考えでしょうか。
総理のご見解をお伺いいたします。いずれにせよ日本経済が大変厳しい状況に陥っているのは間違いなく、経済再生に政治が全力を注がなければなりません。しかし総理の所信には意気込みとは裏腹に、その具体的な中身がほとんど明らかにされておりません。鳴り物入りで策定された日本再生戦略も応援歌と位置づけてしまい、これから日本経済は成長できるんだ、これから日本経済は強くなるんだと自信を持てるはずがないのです。そもそも私たち政治家が日本再生戦略のプレイヤーそのものです。政治家が戦略の応援歌を歌ってどうするのですか。総理の政治の指導者たる自覚を疑わざるを得ません。今必要なことは、まだ財政に若干の余力があるうちに積極的かつ継続的な財政政策で需給ギャップを埋め、内需を拡大する、そして確実にデフレ脱却、景気回復を図ることだと私たちは考えています。総理は所信で約半世紀ぶりに東京で開催した IMF 世界銀行総会にも触れられましたが、その IMF ですら緊縮増税一辺倒では経済に予想以上の悪影響を与え、財政健全化につながらないリスクがあると、その考えを修正し始めているようです。政府は先日7500億円規模の緊急経済対策を閣議決定したそうですが、景気浮揚に効果が出る直接的な財政負担は、予備費を財源とするたった4000億円程度に過ぎません。しかも中身を見ると、尖閣諸島周辺での領海警備を強化するための予算170億円が計上されておりますが、これは本来経済対策の名目で予算をつける事業ではなく、防衛予算として計上すべきものです。なぜこのような姑息な手段を取るのですか。こういうところに物事をごまかしながら政治を行おうとする政権の本質、本当の姿が現れています。私たちは緊急経済対策としては規模も中身もあまりにもパワー不足だと考えますし、実際この経済対策を発表しても株価は上がらず、市場は全く評価していません。この緊急経済対策に対する総理の思い、そしてその効果をどの程度見込んでいるのか、総理のご見解をお伺いいたします。私たちは経済対策を行うのであればもっと大胆でかつ中身の濃いものを要求します。日銀による金融緩和だけではその効果限定的で、大胆な財政出動も合わせなければ景気回復につながらないのは明白です。景気が踊り場に差し掛かった今こそやらねばならない問題だと考えています。民主党代表選挙の公開討論会で総理は、円高デフレ対策、中小企業支援、大規模災害の防災減災に振り向けるとして大型の補正予算への意欲を示されておりました。その意欲は一体どこに行ってしまったのでしょうか。この臨時国会でやらなければ来年の通常国会でということになるのでしょうか。それで間に合うと判断されているのでしょうか。また今の日本の景気を下支えするためにどの程度の規模の補正予算が必要とされているのでしょうか。総理のご見解をお伺いいたします。さて経済対策として補正予算を組むにせよ、それには財源が必要です。また復興予算の流用問題で批判が高まっている通り、官僚に好き勝手に使われるようなものであってはなりません。私たちは経済再生を確実にするためには今の基礎的財政収支均衡策に縛られるのではなく、当面大きな政策転換で、当面は国債発行を財源に大胆な財政政策を打つべき時ではと考えます。景気を良くして税収を上げる、消費税率を上げて税収が下がった過去を考えると、これこそが財政再建の近道であると考えています。2年3年から5年の時間はかかるかもしれませんが、消費税の税率を上げても経済が再生せず税収が落ち込むのでは元も子もありません。今のようなデフレ下で増税と経済再生を両輪で行うのはやはり無理なのではないか、総理のご見解を伺います。また復興予算の流用問題の本質は、何の責任も取らなくていい官僚に
予算の用途を任せてしまっていることにあるのだと私たちは考えています。政治主導を放棄してしまった政権の真実の姿が浮き彫りになっている問題です。官僚任せというあなたの政権の実態が180度変わらなければ、いくら行政刷新会議で新仕分けなるものをやっても同じことが繰り返されます。今のままでは補正予算を組んだとしても官僚に好き放題やられてしまうのではないでしょうか。したがって質問してもあまり意味がないと思いつつあえて質問します。復興予算流用問題に対する総理のご見解と、このような過ちを起こさないためにどのような解決策を考えられているのか、総理のご見解をお聞かせください。次に特例公債法の問題です。法案が可決できなければ特例公債が発行できず、このままでは地方財政、地域改正、地域経済、そして国民生活に重大な悪影響を与えることは必至です。野田総理はこのことの責任はすべて政府与党にあると認識すべきです。私たちは今の政府案は将来の消費税増税を担保とする年金つない国債の発行が含まれており、消費税増税廃止を求める私たちは賛成することができません。そもそも経済状況次第で実際に消費税が増税できるか不透明だというのに、それを担保とすることはありえず、国民も市場も理解してくれないのではないでしょうか。私たちは特例公債法案の原案から増税を担保とする年金つない国債の発行に関する条文の削除を強く求めます。本当に地方の財政、地域の経済を売れるのであれば、こうした知恵を出していただきたいのです。総理のご見解を伺います。経済対策分野の最後に中小企業支援について言及しておきます。中小企業金融円滑法が来年3月まで期限を迎えますが、来年3月以降銀行による貸しぶりや貸し剥がしが起こり、企業倒産が激増するのではないかとの不安が中小企業を中心に日々高まってきております。金融円滑法がなくなっても銀行が企業の資金需要にきちんと対応するのは当然であり、倒産の増加を引き起こすようなことは絶対にあってはなりません。また中小企業資金繰りだけではなく、中小企業が真に再生し地域が活力を取り戻すような中小企業の再生支援策の抜本的な強化を政治の判断と責任において直ちに行うべきです。次に地域主権について質問いたします。総理は地域主権改革は民主党を中心とする政権にとって改革の一丁目一番地です。関係者の意見を踏まえながら義務付け、枠付けのさらなる見直しや出先機関の原則廃止などを引き続き進めますと述べています。総理は地域主権改革に関して改革の一丁目一番地と位置づけながら、所信表明でたったこれだけしか触れられませんでした。現政権の地域主権に改革に対する姿勢、現在の霞が関を中心とした中央集権の統治機構に野田政権がすっかり飲み込まれた実態がよく現れています。政権交代以降、地域主権改革は地域主権改革大綱の策定、国と地方の協議の場の法制化、一括交付金や出先機関改革、義務付け枠付けの見直しと自治体への権限移譲などもろもろ進められてきたものの、鳩山内閣から菅内閣、野田内閣へと移行する過程で、当初求められていた政治主導により国の統治機構を抜本から改めるという本来の目的はすっかり忘れ去られ、霞が関の権限を維持しようとする力に飲み込まれてしまい、官僚主導の統治機構を維持するための枝葉の改革に成り下がってしまいました。もはや民主党を中心とする政権では地域主権改革、国の統治機構を抜本的に改める改革は望むべくもありません。またこの体制を長きにわたり作り上げてきた自民公明の両党にも同じことが言えるでしょう。これが民主自民公明以外のいわゆる第三極と呼ばれる勢力が国の統治機構を抜本的に改革することを共通の旗印にしている理由でもあります。
私たち国民の生活が第一は、三つの緊急課題の一つとして、地域のことは地域で決める、地域が主役の社会をと銘打ち、国家統治機構の抜本改革である地域主権改革を掲げています。中央がすべてを決めて地方に押し付ける中央集権体制は、東日本大震災の振興の遅れに、復興の遅れに象徴されるように、もはや国民の声に応えられなくなっています。生活の現場に一番近い基礎自治体を主にして、地方に権限と財源、そして人材を大胆に移し、地域が主役の社会を実現することこそが、閉塞感漂う日本経済を根本から活性化し、デフレ脱却を促進する道筋であると私たちは考えます。また、首都圏、大都市に本社を構え、国際展開、全国展開できる大資本が地方の経済を中央に一方的に吸い上げる仕組みから、地方で経済が循環する仕組みへの転換、地域経済活性化を図るための一律化であるとも考えます。ここで野田総理に改めてお伺いします。総理が改革の一丁目一番地とおっしゃった地域主権改革は何のために行うのでしょうか。目的は何なんですか。現在進められている改革により国家の統治機構はどのように変わるのですか。地域主権改革により国民が得られる恩恵は何なんですか。現在進められている施策の実態を踏まえてお答えいただきたいと思います。東日本大震災から間もなく1年8ヶ月、復興の遅れや復興予算の流用が大きく取り上げられています。震災復興とは直接関係のない事業に対して、霞が関文学にのっとり、とても常識では考えられない理屈を駆使して予算が使われる復興に向けて、必死に現場で立ち上がろうと奮闘している中小零細企業には、なかなか予算が回らない現状がある一方、全国展開できる大企業に復興予算が使われています。発災当初の被災地の復興をなくして日本再生はないという文言は、いつの間にか日本経済の再生なくして被災地域の復興はないという文言にすり替えられ、予算が全国にはつくけど被災地にはつかない、大企業にはつくけど中小零細企業にはつかない、権力者や権力者の周りにはつくけど被災市民にはつかないという歪んだ状況を生み出しています。これはすべて野田総理あなたの責任です。その自覚があるのですか。復興財源は大きな議論を経た中で所得税の 2.1%、 個人住民税1000円の増税により賄っている目的税であり、納税者の理解常識から逸脱した予算執行はたとえ合法な運用であったとしても許されるものではありません。ここでも官僚任せで霞が関の暴走を許してしまった現政権の実態が明らかであります。復興庁を被災地に設置し、被災地の現場の状況を最も把握している地方に財源と権限を渡して、被災地主導で国地方が一体となって復興を進めていれば、このような状況にはならなかったはずです。地方に任せればよかったのです。しかし、実態は中央官庁が霞が関で財源権限ともグリップし、復興庁は設置したものの、現場では各省庁縦割りの弊害が依然として存在しています。官僚主導の中央集権体制が予算の流用や復興の遅れを引き起こす、復興の足かせになっていると考えますが、総理の見解をお伺いします。また先日10月27日に行われた超党派の復興予算奪還プロジェクトによる立地補助金グループ補助金の宮城県現地調査の際、東北経済産業局からのヒアリングを要請したところ、前日に経済産業副大臣から連絡が入り、東北経済産業局は事業には関与していない、ヒアリングは東京で聞くという趣旨で出席を断られたと聞いています。立地補助金、グループ補助金とも現場の東北経済局が関与していないということはあり得ないと思いますが、出席要請を断った理由についての事実確認を経済産業大臣にお伺いします。総理、私はここまで
私たちが掲げる3つの喫緊の課題である原発ゼロ、反消費税増税、地方主権改革に即して質問をしてまいりました。総理、この3つの課題に共通するものがお分かりですか。どれも赤ちゃんからお年寄りまで、すべての国民の命と暮らしを左右する問題です。一部の企業団体や経済界にだけ関係する話ではないのです。原子力事故がもたらす放射能もすべての国民に降り注ぐんです。家畜も植物もみんな被曝するのです。そして原発の使用済み燃料を最終的に無害なものに処理する術を私たち人類は持たないのです。処理できないものを生み出す原子力発電を一刻も早く終わらせることこそ政治の責任ではないですか。総理、消費税は赤ちゃんのおしめを買っても払うのです。小学生がノートやガムを買っても払うのです。働く人は優に及ばず、寝たきりのお年寄りでも払うんです。所得のない子供やお年寄りも払うんです。このような税金は消費税しかないのです。だから消費税増税の前にあらゆる努力を尽くすべきなのです。まだその努力は終わってないじゃありませんか。政治の責任放棄じゃないですか。地方のことは地方が決める。地方主権はまさに赤ちゃん、子供から働きてお年寄りまで、すべての住民に目が届く地方の行政に多くの権限と財源を委ねることです。これこそ政治の未来への責任ではないですか。どの課題についても官僚を実務者として使いこなすではなく、官僚の品売りように愛に乗っている総理は、未来の責任どころか現在の責任をも放棄しているのです。総理、総理が乗る神輿の担ぎ手は国民の代表たる議員、そして国民のはずです。総理には一刻も早く官僚の担ぐ神輿から飛び降りていただき、この国会に国民による神輿を作り直す場を与えることを要請します。それは総理、あなたの退陣です。それこそがあなたが日本の現実に合わせるべきことなのです。総理、あなたの退陣こそ求められている政治決断です。終わります。内閣総理大臣、野田佳彦君。東正造議員のご質問にお答えをいたします。まず所信表明で申し上げた明日の安心、明日への責任についてのご質問をいただきました。ご指摘のように、私は先日の所信表明において今を生きる私たちに明日の安心をもたらし、未来に生きる者たちに向けた明日の責任を果たすことを訴えました。その具体的な内容として、被災地の復興と福島の再生、日本経済の再生、社会保障外交などについて所信を申し上げ、また臨時国会で処理するべき喫緊の課題解決へのご協力をお願いをいたしました。私の所信に対する東議員のご感想は慎んで受けたまわりましたが、今日の責任を果たし明日の不安を解消するためにも、内閣はもちろんのこと、国会は目の前の課題に向き合い国民のために解決しなければなりません。ぜひとも各党各議員の皆様のご協力を得て、国民に対する責任を果たしていきたいと考えております。続いて、エネルギー環境政策が合わせるべき現実についての質問がございました。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は、これまでのエネルギー政策のあり方に大きな疑問を投げかけ、その抜本的な変革を求めるものでありました。まず何より事故を経験し、国民の多くが原発に依存しない社会の実現を望むようになりました。
一方でその実現に向けたスピード感については意見が分かれています。また徹底した省エネルギー社会の実現と再生可能エネルギーの導入拡大を図るグリーンエネルギー革命に対しかつてなく期待が高まっております。しかしながら当面火力発電に頼らざるを得ない状況にあることから化石燃料等の安定的かつ安価な供給確保が重要となっております。さらに電力システムについては分割された区域ごとに需給を調整したり需要に応じていくらでも供給するというこれまでの仕組みの限界が明らかになりました。全国規模で電力需給を最適化するとともに需要抑制で需給を調整するといった新しい電力システムが求められております。このような現実を踏まえ先般革新的エネルギー環境戦略を決定をした次第であります。続いてエネルギー政策見直しの基礎となる反省についてのご質問をいただきました。エネルギー政策の見直しにあたって政府は戦略策定に向けた中間整理を取りまとめた際に東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け浮き彫りになった課題を挙げました。具体的には我が国のエネルギー構造がリスクに対して脆弱であることや大規模集中を旨とした電力システムの有効性等をこれまでの所与の前提としてきたことなどを挙げています。また国会事故調や政府事故調からも指摘されている通り複合災害という視点が欠如していたことや規制組織の独立性が十分でなかったことも反省すべき点として挙げられます。これらの反省を踏まえ本年9月には革新的エネルギー環境戦略を取りまとめたほか原子力規制委員会を新たに設置し原子力安全規制の抜本的な見直しが進められているところであります。なお原子力発電については2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようあらゆる政策資源を投入する過程において安全性が確認された原発はこれを重要電源として活用することとしており原発の存在そのものを否定するものではありません。次にエネルギー環境戦略と閣議決定についてのお尋ねがございました。原発に依存しない社会を一日でも早く実現してほしいという多くの国民の声を踏まえエネルギー環境会議において2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようあらゆる政策資源を投入するとの方針を示した革新的エネルギー環境戦略を決定をしました。これは政府として決めたぶれない基本的な方針です。9月19日には今後の政策の具体化のプロセスを含めこうした方針を政府として閣議決定をいたしました。革新的エネルギー環境戦略についてはご指摘のような参考文書にとどまるものではなくその方針がしっかりと閣議決定出されているこのようにご理解をいただきたいというふうに思います。次にエネルギー環境戦略についてのお尋ねがありました。原発に依存しない社会の実現に向けた道筋は必ずしも一本道ではなく長い道のりでもあります。我が国のエネルギー構成に影響を与える内外の情勢を将来にわたって正確に見通すことは極めて困難であるとの現実を踏まえるとこうした道筋に関しても国際的なエネルギー情勢や国民生活経済活動に与える影響などを常に注視しながら検証を行い不断に見直しをしていく必要があります。また2030年代に原発稼働ゼロを可能とするとは一日も早く原発に依存しない社会を実現をするためあらゆる政策資源を投入するという考え方を示したものでありご指摘の稼働ゼロが可能になっても稼働させたままもあり得るという意味ではありません。続いて高効率な発電や電力システム改革についてのお尋ねがございました。火力発電の中でも CO2 排出量が少ない LNG 火力はベース電源として引き続き重要な役割を果たす高効率な石炭火力とともに重要な電源であり導入を促進をしてまいります。ご指摘のあった電力系統の強化や安定化は革新的エネルギー環境戦略のグリーンエネルギー革命の実現のための具体的な取り組みとして例示をしたものであります。同時にエネルギー需給の仕組みを抜本的に改める電力システム改革も不可欠であり小売りの全面自由化による地域独占の撤廃や
発送電の分離により国民に開かれた電力システムを実現をするため改革を断行してまいります。脱原発基本法案についてのお尋ねがございました。革新的エネルギー環境戦略では2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようグリーンエネルギー拡大等に向けてあらゆる政策資源を投入することとしました。この戦略は一日も早く原発に依存しない社会を目指しながら再生可能エネルギーの導入と省エネルギーの推進のために現実的に必要な時間を勘案し、またその間の国民生活や産業への負担を可能な限り抑制するという観点を踏まえて示したものであります。これに対して脱原発基本法案では基本理念として遅くとも2025年までのできる限り早い3月31日までに脱原発を実現することが掲げられておりますが、現実的には十分な時間が必要ではないのかと考えております。またエネルギー情勢の変化を踏まえれば政策の不断の検証と見直しを行うことが必要であり、いかなる変化が生じても柔軟に対応できるようにすることが我が国のエネルギー政策を進めていく上で重要であると考えております。次に日本経済の先行きと消費税率の引き上げについてのお尋ねがございました。日本経済の先行きについては世界景気の減速等を背景として当面は弱めの動きが続くと見込まれますが、その後復興施策の着実な推進等が景気を下支えする中で来年にかけて海外経済の状況が改善するにつれ景気回復に向かうことが期待をされます。ただし対外経済環境をめぐる不確実性は高いと考えられることから、世界景気のさらなる下振れや金融資本市場の変動等のリスクに注意しつつ内外の経済動向を注意をしてまいります。その上で消費税率引上げの実施については経済状況の好転について種々の経済指標を確認し諸要素を総合的に勘案した上で最終的にはその時の内閣が判断するものと考えております。社会保障と税の一体改革は待ったなしの課題でありしっかりと前に進めてまいりますが、同時に野田内閣の最重要課題である日本経済の再生に向け日本再生戦略を具体的に実行に移すなど全力で取り組んでまいります。次に予備費の使用決定と経済対策についてのお尋ねがございました。10月26日に閣議決定した経済危機対応地域活性化予備費等の使用については現下の経済情勢を踏まえ切れ目ない政策対応を行うため経済対策の第一弾として今後需要や雇用の伸びが期待される分野における先導的な事業を後押しするものや早期に需要雇用の創出が見込まれるものについて緊要性の高い施策を予備費により措置したものであり、実質 GDP を押し上げる効果は 0.1% 強と見込んでおります。これに引き続きデフレからの早期脱却と経済活性化に向けさらに切れ目のない政策対応を講じるため遅くとも来月中をめどに経済対策を決定し速やかに実施に移すこととしております。なおご指摘の領海警備を強化するための予算170億円については本年夏以降の我が国の領海警備に関する情勢の変化に鑑み領海侵入等の事案に適切に対応するため予備費の使用により海上保安庁の船艇や航空機等を緊急に整備することとしたものであり何もこれは姑息な手段ではありません。続いて景気を下支えするための補正予算についてのお尋ねがございました。我が国の景気下押しリスクに対応しデフレからの早期脱却と経済活性化に向けた取り組みを加速させることは喫緊の課題だと考えております。このため日本再生戦略の施策の前倒し東日本大震災からの早期の復旧復興及び大規模災害に備えた防災減災対策規制改革や民間の融資出資の促進策などを柱で とする経済対策を遅くとも来月中をめどとして決定し速やかに実施に移すこととしております。その上で補正予算の編成については年金特例公債にかかる当初予算の補正を含めて
年度内にいずれにせよ行う必要がありますが、その時期や具体的内容、規模については特例公債法案の審議状況や経済対策の内容を踏まえた上で財源を含めて検討してまいります。続いて経済再生のための税財政政策に関するご質問をいただきました。過去の例を踏まえれば財政出動の効果に過度の期待を寄せることについては慎重であるべきであり、また極めて厳しい我が国の財政状況の下で仮に財政健全化目標を放棄し公債発行への依存をさらに拡大すれば市場や国際社会の信任維持が困難になりかねません。加えて我が国の財政状況の下では経済成長による増収等を期待するのみでは財政の持続可能性を確保することは困難であります。このため社会保障と税の一体改革を前に進めていかなければなりません。財政規律を守る国であることを行動で示すことが財政に対する市場の信任を確保し安定的な経済成長を実現をする基礎となると考えております。あわせて内閣の最重要課題である日本経済の再生に向け日本再生戦略を具体的に実行に移すなど全力で取り組んでまいります。次に復興予算の流用問題についてのお尋ねがございました。復興事業は全国防災事業等を含め与野党協議を経て議員立法で制定された復興基本法及び復興構想会議の提言を踏まえ与党プロセスを経て全閣僚を構成員とする東日本大震災復興対策本部で決定された復興基本方針に沿って実施しているものであり当時防災の副大臣であられたので事情はよくご存知ではないかと思いますが官僚任せとのご批判は当たらないものと考えております。ただし個別の事業につきましては種々のご指摘ご批判を受けていることも事実でありご被災地の復興に最優先で使ってほしいという声に真摯に耳を傾けなければなりません。被災地が真に必要とする予算はしっかりと手当てしつつそれ以外については厳しく絞り込んでいくという方針のもと外部有識者も参加する新仕分けも活用しつつ政治のリーダーシップの下で平成25年度予算編成に当たってまいりたいと考えております。次に特例公債法案における年金特例公債の規定に関するご質問をいただきました。社会保障のための安定財源である消費税率の引き上げを行うためにも経済の再生に全力を尽くしてまいりますが年金財政の安定のためには消費税率引き上げにより財源が確保されるまでの間も基礎年金国庫負担割合を2分の1とする必要があります。一方でその財源を赤字国債に依存し将来世代に負担の先送りをすることはできません。このため先の通常国会における野党のご提案も踏まえ消費税率引上げ分を償還財源とする年金特例公債を発行することとし特例公債法案に所要の規定を整備しているものであります。続いて地域主権改革についてのお尋ねがありました。地域主権改革は地域のことは地域に住む住民自らが責任を持って決められるようにするための重要な改革でありこれまで着実にその推進に取り組んでまいりました。これにより国と地方の関係を上下の関係から対等なパートナーシップの関係へ転換させてまいりました。具体的には義務付け枠付けの見直しにより道路の構造や公営住宅の入居基準等について地域の特色を生かした基準を定める条例が全国各地で制定されてきています。また地域自主戦略交付金の創設により地方学校の枠を超えて対象事業から自由に事業を選択できるようになりました。このように住民がより地域の実情に応じた行政サービスを受けることが可能となるよう今後とも私は議長を務める地域主権戦略会議を中心に改革を着実に推進をしてまいります。最後に被災地主導で復興を進めるべきことに関するご質問がありました。復興庁の本庁は各府省に対する総合調整を強力に行うため東京に置きましたが他方被災地に3復興局6支所2事務所を設置し被災地のニーズにワンストップで対応するとともに
地域が主体となった復興を強力に支援するため、復興交付金や復興特区の制度を積極的に活用しております。また、各府省に対する総合調整機能を有し、復興事業予算を一括計上している復興庁が中心となって、各府省の縦割りを廃し、被災地に寄り添いながら復興への取り組みを進めてきたところであります。一方で、政府の取り組みについて、様々な指摘や批判が寄せられているのも事実であります。こうした声に真摯に耳を傾け、改善すべきは改善しながら、復興の加速に政府一丸となって取り組むとともに、先ほど申し上げたとおり、復興予算については、被災地が真に必要とする予算をしっかりと手当てしつつ、それ以外は厳しく絞り込んでまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。経済産業大臣枝野幸男君。お尋ねのございました国内立地補助金でございますが、東北経済産業局は事前のご相談などに応じる等の業務には関与いたしておりますが、案件の審査採択あるいは補助金の執行等の主要な業務については携わっておりません。また中小企業等グループ補助金については、これは県に対する補助金で、県がそれぞれの事業者に補助金を渡しをするという制度でございます。県に対する補助金交付の手続き等は行っておりますが、案件の採択には直接携わってはおりません。したがいまして、両補助金の執行状況等については東北経済産業局からご説明するよりも、東京においてヒアリングの場が別途設けられるというふうに聞いておりましたので、この東京におけるヒアリングの場でそれぞれの補助金制度全体の執行を司っております経済産業省本省からご説明申し上げることが、正確かつ適切なご説明を行う観点から望ましいと考え、経済産業副大臣からお伝えしたものと承知をいたしております。議長、早川久美子君。国務大臣の演説に対する残余の質疑は延期し、明11月1日午後1時から本会議を開き、これを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みます。早川久美子君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決まりました。本日はこれにて散会いたします。